チェクのジンバルの使いジンバルは一つの軸を中心として物体を回転させる回転台の一種である。軸が直行するようにジンバルを設置すると内側のジンバルに乗せられたロータの向きを常に一定に保つことができる。例えば船舶や航空機に搭載されたジャイロスコープ、羅針板、コンロ、ドリンクホルダーなどが一般にジンバルを使って地平線に対して 常に垂直を向くようになっている。三軸のジンバルの使い、外部からのあらゆる回転の影響を受けずに、ロータの回転軸を一定の方向に保つことができる。ジンバルの回転軸にロータをベアリングを介して取り付け、そのロータを回転している時では、その外部が回転しても、ロータの回転軸を一定の方向及び、向きを保つ性質を持っている。これは、機械式ジャイロの合成と呼ばれており、 ロータの回転軸を傾けようとするときに、これに抵抗する回転力で表され、ロータの回転速度が大きいほど、ロータの質量が回転軸から遠くに分布しているほど強くなる。外部とジンバルがベアリングを介して結合されているジンバル軸は外部からの回転に対しては影響を受けないため、一つのジンバル軸ある場合は、自由度1のジャイロ、二つのジンバル軸が直角に交わる。 場合は自由度2のジャイロ、3つのジンバル軸が互いに直角に交わる場合は自由度3のジャイロと言われており、特に自由度3のジャイロは外部からのあらゆる回転の影響を受けずに、ロータの回転軸を一定の方向及び向きを保つため安定化プラットフォームと言われている。ジンバル内のロータは空間に対して回転軸を一定の方向を保つ働きがあるが、 ジンバルベアリングやジンバルの重量的、不平行などにより、時間の経過とともに回転軸のドリフトが発生する、ランダムドリフト、地球の時点や移動などにより、回転軸のドリフトが発生する、見せかけのドリフトなどで、ロータの回転軸に傾きが起こるため、再差により、ロータの回転軸を一定の方向に保つように制御する。これは、 回転しているロータの回転軸を傾けようとして力をかけるとロータにはその回転方向に90度進んだ位置に同じ大きさの力がかかったように傾く現象を利用してロータの回転軸と結合したジンバルの傾きを修正する仕組みであり自律制御と呼ばれている。船舶や潜水艦における完成工法では完成工法装置を設置する台として少なくとも3つの ジンバルを必要とする。それによって装置が重力方向に対して固定され、船の横揺れ、縦揺れ、肩揺れの影響を受けないようになる。この場合、完成計測装置に3方向に直行するよう、設置されたジャイロを装備し、3次元空間のあらゆる方向の回転を検出する。ジャイロの出力は3つのジンバルの向きを制御する、モーターを駆動し、 完成計測装置の向きが一定になるようにする。レゾルバと呼ばれる角度計測装置が3つのジンバル状に装備され、9つのコサイン値を提供し、船の向きを決定するのに使われる。航空宇宙分野の完成広報システムのジャイロにおけるジンバルなど、3軸の全てに自由な運動がある場合は、機体の回転によって3つのジンバルリングのうち2つの軸が同一平面上に揃ってしまう。 ジンバルロックという現象が発生しうる。発生すると本来3あるはずの自由度が2になってしまう。この問題を回避するため4番目のジンバルを追加するなどしてジンバル間の角度を保つようにする。最近ではジンバルを全く使わずに角速度センサによって高精度に角速度を検出し、それを計算機で数値積分子姿勢を逆算するという手法もある。 また物理的な問題ばかりではなく、完成後方システムのコンピュータプログラムや3次元コンピュータグラフィックスなどにおいて、オイラー角で3次元の姿勢を表現する場合にも、全く同様の問題があり、それらで発生する問題もジンバルロックと呼んでいる。表現においては、4元数を使うのが、回避法の一つである。ロケットエンジンは、ジンバル状に設置され、 噴射方向を変化させられるようになっていることがある。各エンジンを別個のジンバルに設置することもあれば、一つのジンバルに全エンジンをまとめて設置することもある。ロケットの制御上、噴射を向けたい方向がジンバルの作動範囲を超えた場合、制御が困難となる。大物釣りでは2チェクのジンバルを使って釣りざを固定する場合がある。ジンバルはファイティングベルトや ファイティングチェアと呼ばれる器具に設置される。ジンバル内には釣竿を引っ掛けるピンがあり、竿自体が回転するのを防ぐようになっている。重量のある超望遠レンズを安定して使用するために、ジンバル機能を持たせた、ジンバル雲台と呼ばれる製品がある。また、スマートフォンや小型カメラ手持ちで動画の移動撮影を行う際に、カメラの上下左右の揺れや手ブレを抑止するために2軸や3軸。 電動のジンバル製品がある。小型ドローンによる空撮の際のローターの振動によるブレを軽減するためにジンバルを採用した G 製品の登場以降、ドローンでも普及している。ステリカムを参照、スタビライザーカメラを参照。ありがとうございます。